メルキッズクラブ。メルキッズクラブの時間だよ。こんにちは、サオリンです。こんにちは、お兄さんです。お兄さん、今日は何して遊ぶの？今日はこちら、エルサスタイリングヘッドで遊ぶよ。イエーイ。これはいろんなスタイリングの道具を使ってエルサの髪型をセットするおもちゃだよ。それでは早速これを使ってエルサをもっと可愛くしていこう。おー、開きまーす。おー、すごい、たくさん入ってるね。うん、じゃあ何が入ってたかカメラに一つずつ見せてあげて。前髪ちょろんで出てるし、ドライヤーでーす、アイロンでーす、くしでーす、パーツでーす、髪の毛でーす。これ自分にできるじゃん。これ中にはこういうものが入っていました。それでは早速遊んでいこう。サオリーの何の髪型を作ってる？できました。カラフルなヘアゴムで髪を縛ってみました。かわいいヘアピンもついてるね。じゃあこのドライヤーとコテで髪を整えていこう。うん、あー、ちょっと買ってきます。サオリ、コテの使い方わかる？あんまりわかんないそうです。コテは熱で髪の毛をまっすぐに整えていくものです。これがオン、これがオン。今回は本当に整えることはできないですが、スイッチのオンオフなどもついています。それじゃあサオリン、今度は髪を結んでみようか。うん。サオリンは三つ編みはできる？三つ編みはできないけど、ポニーテールなら。それじゃあ今回はエルサを使って三つ編みの練習をしてみよう。大丈夫、できそう。頑張ってみる。いずれできるようになりたいもんね。ピンクと青の付け髪を使うと分かりやすいね。じゃあ早速やってみようか。
おー、サオリンはどんな髪型ができるの？ポニーテールとか二つ縛りとか、あと何だっけ、あとちょんまげ。ちょんまげできるんだ。お兄さんはいつもこの髪型です。本当に疑われるって。これ以外できないんだよ。こっちに分けた、できました。サオリン、三つ編みどうだった？難しかった？やったら簡単だった。エルサも可愛くなったことだし、せっかくだからサオリンもエルサになってみようよ。うん、うわー、エルサに変身しました。エルサの格好素敵だね。せっかく三つ編みを覚えたから、自分の髪でもやってみよう。頑張るぞ。あー、セットの櫛やピンは実際の髪の毛でも使うことができるので使ってみてください。三つ編みがやりやすいように横で縛ってから始めていきます。サオリン、エルサと同じ髪型になれたね。うん。自分でやってみてどうだった？ちょっと難しかった。難しかった。実際にドライヤーやコテなど、実際の髪の毛にも使える道具を使って自分の髪の毛もセットできるので楽しかったです。サオリンは全体やってみてどうでしたか？自分の髪の毛じゃなくて、最初にエルサの髪の毛結んで自分の髪の毛やったから分かりやすく、うん、綺麗に三つ編みできてよかったね。みんなもエルサスタイリングヘッドで遊んでみてね。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもお願いします。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。 Twitter、LINE@、Instagram、Facebook もやっているので、ぜひチェックしてください。